乾杯の前に練習するよね。どうも、ジャンゴです。今回は秋田県民のみぞ知る秋田あるあるを皆様にご紹介したいと思います。それではどうぞ。1、TBS が映らない。学校へ行こう。王様のブランチ。東京フレンドパーク。これらの超がつく有名番組を秋田県民は誰も知りません。今となってはスマホやネットの普及で TBS の番組を簡単に視聴することができますが、ガラケー世代やそれより前の世代の県民はほとんど TBS という存在を知る由もありませんでした。他県で TBS の界隈になった時は完全に蚊帳の外。僕が大学時代の頃は TBS の会話を全部知ったような顔で聞いていた思い出があります。知ったかぶりですね。ちなみになぜ秋田に TBS がないのかというと、開局は基本的に民間での判断となるからです。それはどういうことかというと、民間企業が TBS を開局するとなると多額の設備投資や運営経費がかかるんです。そもそも県内既存のテレビ局においても厳しい経営環境にある中で、新しいテレビ局を建てられるかって話なんですよね。少子高齢社会でテレビ離れしている秋田ならなおさら開局は難しい。少しでも開局に期待している方はその妄想を直ちに終わらせ、 TVer などのオンライン配信サービスの利用をおすすめいたします。2、乾杯前には練習をする。悪い、先に練習してあった。秋田県民は飲み会がスタートする前に練習をします。秋田の飲みの席でいう練習は野球でもなくサッカーでもなくバスケの練習でもありません。練習とはフライング乾杯のこと。お酒好きの秋田県民は飲み会でまだ開始時間でない、全員が揃ってない時、練習といって本ちゃんの乾杯前に飲んでしまう文化があるんです。県外の方で秋田の大学や会社へ来られる方、みんな集まる前に練習するべと秋田県民に言われても筋トレなどを始めないようにしてくださいね。練習イコールフライング乾杯と覚えましょう。3、28個食べました。秋田銘菓金満。秋田県民に金満何個食べた?と質問すると口を揃えて28個と回答するはずです。不思議ですよね。なぜそう答えるのかというと CM の刷り込み効果がそうさせています。みんな県内のみで放送されている金満の CM のあるシーンが脳裏に焼き付いているからなんです。28個食べました。ちなみに僕のチャンネルではマジで金満を28個食べてみたというクソしょうもない動画を公開しているので、ご覧になりたい方はぜひチェックしてみてください。4、ゴミは投げる。秋田県民はゴミを投げます。ゴミを捨てるときは丸めて大きく振りかぶってということではありません。ゴミを投げるは秋田県の方言なんですね。ゴミを投げるはゴミを捨てるという意味です。県外へ進学就職した方は思わず口にしてしまったことがありませんか？これ投げておきますねって。県外で注意すべき秋田ワードの一つでもありますね。5、バナナボートは食べるもの。皆さんがよく知っているバナナボート、秋田県民はこのバナナボートをいとも簡単に食べてしまえることをご存知でしたか？これは秋田県民の顎の力がカバ並みだということではなく、バナナボートという秋田のソウルフードのことなんです。このバナナボートという紙商品、僕の動画やブログでも何度も紹介していて、マジで美味しいお菓子です。販売は県内のスーパーなどでされているようですが、稀に東北各地のスーパーでも販売されていることがあるそうです。ちょっと待って、それって丸ごとバナナじゃないの?と思った方も多いと思います。そうなんです。秋田で販売しているバナナボートは山崎製パンが製造販売している洋菓子丸ごとバナナにそっくりなんです。なぜ秋田で丸ごとバナナではなくバナナボートが作られているのかというと、バナナボートを作っている秋田のパンメーカー竹屋製パンと日本最大の企業山崎製パンは1968年6月に業務提携をしていました。その提携で生まれたのが丸ごとバナナ。丸ごとバナナは業務提携の技術交流の一つとして誕生した歴史があるんですね。つまり丸ごとバナナは竹屋製パンの技術が元となってできたものということです。そんなこんなで秋田ではバナナボート、その他のエリアでは丸ごとバナナというバランスで販売されるようになったようです。秋田に来られる際はバナナボートもよろしくお願いいたします。うまいから。という感じで今回はここまで。まだまだ秋田あるあるはたくさんあるので、今後もご紹介していければいいなと思っております。それではこの辺で、セバネン。